ことです。今回は寝る前にこれをすると夜間頻尿が改善されていく理由とその方法を実践していきます。夜中に頻繁に目が覚める、もちろん年を取ってくると夜中に目が覚めてしまう理由もいろいろあるんですが、トイレに行くために起きているという人もある程度年齢から上の人には多くなってくるんじゃないかなと思います。そしてこの排尿の回数は夜中に1回トイレにほぼ毎日起きるようになると夜間頻尿と呼ばれるようになりますが、1回程度であれば体への問題はそこまででもないので、実際によく問題になるのは1日2回以上ですね、トイレに起きるようになってしまう人とかなんですね。もちろんその後3回4回と増えていくごとに重症度も上がっていきますが、こういったことを放置していると単純に夜間頻尿の回数が増えていって寝不足になってしまうということだけでなくですね、寝不足から肌荒れなどのトラブルになったり、体の疲れが取れなくなり常に疲労感がつきまとうようになってきたり、日中動いた筋肉の負担というのも取れづらくなってくるので体を痛めやすくなったりしていきます。そして寝不足になってくると自律神経も乱れていきやすいので自律神経系の症状も出てきやすくなってしまうんですね。そして自律神経というのは排尿のコントロールというのも司っているわけなんですね。つまりそうやって自律神経が乱れてくると夜間頻尿にも関係してくる部分になるので、眠れなくなることで自律神経が乱れてさらに夜間頻尿が悪化していく、こういったことにもつながっていくので、できるだけ早いうちにしっかり対処していってほしいんですが、では夜間頻尿になってしまう主な原因というのは何なのかというとふくらはぎです。実際水分の取りすぎてっていう人もいると思いますが、水分取りすぎてる人というのは大体自覚があると思いますし、水分を抑えているのに夜間頻尿が止まらないという人も結構いるわけなんですね。そういった人にふくらはぎを見てほしいんですね。このふくらはぎの筋肉が固まってしまうと下半身の血液を動かすメインの筋肉が固まっているということになるわけですから、日中血液が流れなくなってしまい下半身に溜まったままになります。そのせいで日中流れ出なかった水分が夜中に夜間頻尿としてトイレに行きたくなってしまっているという現象を引き起こしていることが多いんですね。なので日頃からふくらはぎを柔軟にしていくということが一番大切なんですが、普通に柔らかくするだけではなかなかふくらはぎは柔らかくならないので、では今からどうすればいいのかということと柔らかくしていくトレーニングを実践していきましょう。はい、ではですね、まずふくらはぎをですね普通に柔らかくしようとしてもなかなかそうならない理由なんですけれども、ふくらはぎがですね固まってしまう、それを柔らかくする、これはいいんですけれども、実はですねふくらはぎがなぜそこまで硬くなってしまっているかということが大切になってくる。そしてですね下半身の血液というのはふくらはぎがしっかり動くようになることによって確かに流れはするんですけれども、結局流れたとしてもこの上でせき止められてしまうとこの範囲で循環することになってしまうので、しっかりですね上まで戻してあげるためにこういったところも合わせて動かしていかないといけないということが大切になってくるわけなんですね。そこでまずふくらはぎを柔らかくしていくというよりもですね日々硬くしないようにしていくということを合わせてやっていかないといけないんですが、ふくらはぎがそこまで硬くなってしまう人にはですねみんな共通する理由があってですね、なぜそのように硬くなるのかというと、大体のケースでふくらはぎに力を入れるような体勢で日常生活している人がふくらはぎが硬くなっていく人になるわけなんですね。これをやってしまうとどんだけ緩めても日常で硬くするからなかなか効果が出てこないです。そしてふくらはぎが硬くなる人というのはどういうようなことをしているのかというと、このように重心を前にですねつま先の方で体重を支えている人が多いです。これはちょっと極端にやってますけれども、ここから上でですね体重を支えている人はですねふくらはぎに常に力をかけている人が多いです。そして歩く時もですねつま先からこのように地面につくような人というのもこのふくらはぎにですねすごく力をかけている、こういう人はですねいくらふくらはぎを柔らかくしていってもなかなか結果が出てこないですね。なのでまずはですね日常でここを見直していってほしいんですね。ということでふくらはぎに負担をかけないために今日からやってほしいことはですね、立つときはですね内くるぶしからこの指を滑らして下
だいたい土踏まずの終わり、この真ん中ぐらいですね、ここに重心を持ってくるようにしてください。そうなるとこういう風につま先体重だった人がこっちの方にですね、少し後ろの方になってきます。かかとまではいかなくていいです。こうやって立ってもらうだけでもつま先重心で立っている時に比べてふくらはぎに対する負担というのが減っていきます。そして歩く時もですね、つま先からこのようについて歩くと、その都度ふくらはぎにですね負担がかかって硬くなっていってしまうので、つま先からつくのではなくてですね、しっかりここもですね動かす意識を持って幅を大きく足を振ってですね振ることによって、かかとから地面についてですね歩くようにしてください。そうすることによってつま先からつかなくなるので、歩いている時も無駄にふくらはぎに負担がかからなくなっていきます。まずはですね、この2つの部分をですねしっかり日常の中で意識していってください。これがあった上でですね、では今から先ほど言ったこういった部分やですねふくらはぎというのをしっかり動かしていって、血液を流していきましょう。はい、じゃあ今からやっていきたいと思います。じゃあこのように寝転がってもらってですね、この股関節の周りを動かしていきたいので、このように膝を立てた状態からですね、指3本分ぐらいですね、この股関節の付け根あたりをですねグッと押してください。押した状態で押した方の足をこのように開いて閉じる、これを繰り返していきます。これを左右30秒ですね。今からいきましょう。ここをグッと押しながらですね足をこのように開いていきます。で、付け根はですねだいたいこの付け根のあたりを押していれば OK です。そこまで場所にこだわらずに押してください。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、この内側をしっかり動かしていきたいので、足をこのようにですね、上げてもらって、手で足をこのように持ってもらって、こっちの手で膝をこう来ないように固定して、で、こっちの手でですね、足をこのようにですね、自分の方向に動かして、ここをしっかり動かしていきます。これを30秒左右ですね。今から行きましょう。こっちの手でですね、この膝を固定して、こっちの手で動かしていきます。はい、じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、このように膝を立ててもらって、この状態からですね足を片方ずつですね伸ばしながら足首をこのように曲げる、そしてかかとをぐーっと伸ばして突き出すようなイメージで足を伸ばしてください。そして戻す、これをですねこのように交互にですね繰り返していきます。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。このようにぐーっと足を伸ばしてですね、足首を曲げてかかとを後ろに突き出すようなイメージで足を伸ばしてください。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。
はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、足をこのように自分の方向に近づけてもらって、手でこのようにですね、つま先を持ってください。で、この手でですね、つま先を自分の方にグイッとですね引っ張って、ここを伸ばしながら、このように手の力で足を振っていきます。これを30秒ですね、左右今からいきましょう。このように動かしていきます。このように手が届かない人はですね、足を上げて足だけでプラプラと振っていく、これで代わりとしてやってもらっても構わないです。届く人はですね、手でこのようにグッと持って、手で片方ずつ揺らしていってください。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね。では行きましょう。はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。